新型コロナウイルスの世界全体の感染者が4000万人を超えました。アメリカやヨーロッパで感染の再拡大が止まらず、外出禁止など行動制限強化の動きも出ています。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと、日本時間午後5時半過ぎの時点で、世界全体の感染者は4500,000,000人となりました。およそ1ヶ月で1000万人増えています。 死者は111万3750人に上っています。感染者が最も多いのはアメリカで、815万人余り、2番目のインドはおよそ750万人です。520万人余りで続くブラジルを含む3カ国で、世界全体の感染者の半数を占めています。ヨーロッパでは第一波を超えるペースで感染が拡大していて、 フランスでは17日からパリなどで夜間の外出が禁止されました。